おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は初めて取り上げるかもしれない韓国ネタです。何度もムンジェイン大統領が菅総理と会談したいとの報道がありました。 G7 でも会談する機会を狙っていたとか、東京五輪開催に合わせて日本に来るだとか、ストーカーのような韓国大統領。今日も再び中央日報の記事で、韓国のファン非文化体育観光部長官が9日、韓日両国首脳が会うだけでも意義があると述べ、ムンジェイン大統領が東京オリンピック五輪開幕に合わせて訪日し、菅義偉首相と首脳会談をする可能性があると明らかにしたとの報道がありました。共同通信も同じ報道をしています。東京五輪が無観客になったというのも、どうやって入国してくるのでしょうか。実は先日、産経新聞も同じような報道をしていました。ツイッターではバッシングされていましたが、一部の熱心な産経新聞ファンは、ムンジェイン大統領来日阻止のための意図的なフェイクニュースだったのではないかと言われている方もいらっしゃいました。そして産経新聞の報道を日韓両国政府が否定する展開になり、産経新聞は掲載記事をいつの間にか消していました。嘘も100回繰り返せば本当になるというお国柄、何度も何度も懲りない韓国の妄想垂れ流しには呆れます。ひょっとすると本当に産経新聞はムンジェイン大統領来日阻止のための意図的なフェイクニュースを流していたのかと思ってしまうほどです。今日韓首脳会談を行う理由は日本側にはありません。来られては迷惑なだけなので、すっきりするために日本政府から報道を否定してほしいものです。しかしながら、ニュースソースがフェイクニュース製造機関の中央日報と共同通信なので、無視されてしまうかもしれません。まあそれならそれでもいいのですが、厚顔無恥のムンジェイン大統領のことですから、本当に押しかけてくるかもしれません。五輪ボイコットはどこに行ったのでしょうか。竹島、日本領土を認めるのでしょうか。慰安婦合意の取り扱いはどうするのでしょうか。徴用工問題に対する対応は。自分たちで捏造した歴史を信じ込み、被害者ビジネスを推進する韓国の人々。法治国家ではなく情緒国家の韓国。国民感情を無視して大統領が来日するとは思えませんが、経済危機、米国の圧力、被害者ビジネス推進法か、韓国側には首脳会談をしたい動機は満載なのです。満々が1、訪日してきても放置するしか選択肢はありません。自尊心だけは大きく肥大したムンジェイン大統領、その自尊心を捨ててまで来日してくるのでしょうか。ムンジェイン大統領、来年の任期満了後は歴代大統領が歩んだ通り速やかに韓国行きになるかと思いますが、それを回避する秘策として来日を考えているかもしれません。韓国では青瓦台への捜査妨害のため極端な検察人事が行われました。検察機構まで解約して大統領への捜査が及ばないようにしています。逮捕回避策、どこまでやっても安心できないのでしょうね。ムンジェイン来日阻止、日本政府のお手並み拝見です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。